はじめまして。せっかく楽しく飲んでるとこ申し訳ないです。ちょっとお時間をいただいてお話ができればと思って。9月の12日に、伊豆大島のこちらの北側ですね、大島で北側の方から葉山に向かって漕ぎました。約 9時間45分かかったんですけども、最初は西風が強くて、もう右手だけでずっと2時間ぐらい右手のみの漕ぎだったんですけども、途中から南風とうねりが入って、すごいもう本当自分でも本当は10時間ぐらいかかるつもりだったんですけども、7時間45分で、すごいな。そのことを言うためにここに来たわけじゃなくて、これは僕北レアのクルーとかやってまして、ずっとハワイアンの人たちと日本を回った時に、彼らが海から見て日本は素晴らしいと、でそれなのになんでみんな海の方向いてないの、まあ、経済発展とかね、そういう都会ので、まあ、お金持ちになることばっかり考えて、どうしてもっと海のことを大切にしないのかみたいなことを言われて、で自分たちのハワイアの祖先は日本のあの辺から来てるんじゃないかと自分たち思うんだみたいなことを言われたんですね。で北嶺が横浜を去るときに、デューク、これが始まりの始まりだからねみたいなことを言われて、何か、まあ、彼らはただ単にアロハスピリットを伝えるために日本に来たとよく言われてるんですけども、そうじゃなくて何か他にもっといろんなことを伝えたくて来たんじゃないかなと僕は思ったんですよ。それで1年間ぐらいかけて、何をやればいいんだろう、どうして自分はその北嶺にこれだけ没頭していろいろクルーたちと付き合ったんだろうと考えてるうちに、日本にはもっと昔、僕が言う昔っていうのは縄文時代とか弥生時代の話なんですけども、実際に相模湾とかあの辺に住んでる人たちは大島とか八丈島とかに普通の丸木船とかでこう渡ってたんですね。その頃はもちろんその GPS もないし海図もなくて、本当北嶺と同じように星を見ながらうねりとかと話しながら潮をうまく読みながら渡ってたって聞きました。でそういうのを聞いてて、今の僕たちにもそういうなんていうかな、精神っていうかスピリットが必要なんじゃないかなと思ったんですね。でそれで僕はまず来年とりあえず小笠原まで行きたいと思ったんですよ、漕いで人力で。で、もちろん一人でじゃなくて、そのアウトリガーカヌーっていうのはずっと僕20年ぐらい前からハワイとかカリフォルニアでやってて、でその6人乗りのアウトリガーカヌーで漕いで行く方法はないかなと思ってて、まずそのクルーを集めようと思ったんですね。で一人では もちろん無理なんですけども、ずっと夜通し交代しながら約1週間ぐらいかけて小笠原で行きたいと思ってるんですよ。でそのクルーを募集するために、多分普通に僕が小笠原まで行きたいからみんな一緒に漕ごうよって言っても誰も集まってこないと思ったんですね。それでとりあえずいろんなところでこう話す機会を設けるために、まず去年、スタンダップパドルで、八丈島じゃなくて伊豆大島から葉山まで漕ぎました。でなぜ葉山だったかっていうと、僕は葉山の、ビーチっていうところでアウトリガーカヌー今教えたりとかしてて、住んでるとこは茅ヶ崎なんですけども、茅ヶ崎とか湘南のクラブでずっといろいろコーチをしたりとかしてきたんですけども、でそれでまずその八丈島、今年は八丈島から、江ノ島までOC1 って言って一人乗りのアウトリガーカヌーで約30時間かけて漕いで来ようと思ってます。でそれをすることによって、デュークさんが30時間一人で漕げるんだったら6人、10人ぐらいで交代交代であれば小笠原まで1週間漕げるんじゃないかっていう多分気持ちになると思うんですよね。でこういう映像とかスライドショーとかをやることによって、それを見て何かこう感動をしたりした人とか、もう40過ぎてももう夢もなくなったと思ってるサラリーマンとかでも1週間ぐらい仕事を休んでちょっとトレーニングして、じゃあそのクルーになりたいなっていう人が現れてくれればいいかなと思ってこういう活動をしています。別にその何がこれでどうなるかとか言うわけじゃないんですけども、僕たちがそういうことをすることによって多分子供たちにそういうことを伝えれば、毎年、小笠原まで行ったら今度小笠原の人たちを中心に湘南に向かって漕いだり、そういうことを何回も繰り返してやりたいんですね。でそういう
外の海を見ることによって人間っていうのはすごいこう多分自分たちが本当に自然の一部で生かされてるってことに多分気づく時が機会が増えると思うんですよ。やっぱりどうしてもいろんなテクノロジーに囲まれて生活してるとどうしてもそういうのはどうでもいいような感じになると思うんですけども、まあ、そういう、まあ、いろんな思いがあってこのプロジェクトを始めることにしました。もし何か機会があれば例えば小笠原に自分は知り合いがいるよとか八丈島の漁師さんを知ってるよとかそういう情報でもいいしどこかでこういうことをやってるってことを伝える手伝いをしたいなっていう人とかが現れてくれればいいかなと思って今日せっかく盛り上がってる中こういうシリアスな話で申し訳ないんですけども、3月にも、ここのジャミンで、太郎さんたちのライブの時にスライドショーを見せスライドショーとあとこのビデオを上映しようと思ってますんでもしよかったらまたいらっしゃってその時はもう少しゆっくりお話ができると思いますんで一田さんのおかげでこういう場を設けさせてもらって本当に感謝してます。ありがとうございました。